ハーバート・エスト。体格は小柄で、金髪、薄い青い目をしている。メガネをかけている。物静かな印象を受けるが、鋭敏な頭脳の持ち主。ミスカトニック大学医学部に在籍し、在籍時に人工的な死を克服することが可能を公言したことや、口述する蘇生実験から、教授や周りから嫌われていた。実験の過程で今度は人間を実験にしようとしたが、ミスカトニック大学医学部長アラン・ハルゼイから実験の禁止を言い渡された。助手の手引きで、ミドウヒルにあるチャップマンの所有する廃屋を手に入れ、ボストンや大学から、カモフラージュをつけて、道具を持ってきて、新鮮な死体を求めて警察や病院を訪ねたが空振りに終わるも、共同墓地で防腐剤を撒かれていない死体が埋められたことを聞いて掘り出し、実験した。一度目は失敗し、二度目は処方液を変えようと考えていたが、死体が突然復活して叫び出したため逃げた。その後は恐怖の経験から一時中断したが、実験を再開するために大学に死体を提供することを頼んで断られた。最後の夏季講習ではアーカムでチフスが蔓延し、大学に多くの患者が運ばれたため、どさくさに紛れて死体を盗み解剖室に持って行って実験したが、死体は復活せず焼却した。8月にハルゼイが過労死し、その死体を使って実験したところ肉体のみが復活し、知性が戻ることはなかった。医師免許を獲得した後、コテージで外科医として医療所を開き、繁盛したその傍ら、近くにあった墓地から新鮮な死体を取ってきては実験をしていた。裏ボクシングで黒人バック、ロビンソンが死亡した際、事態の揉み消しを条件に死体を引き取り実験したが、復活の予兆もなく墓に入れた。しかし、ロビンソンは墓から蘇って子供を襲い、ウェストは、彼、を射殺した。1910年7月、助手がイリノイに帰っている間にウェストは人工鮮度保存法を知り、セント、ルイスのローバットリー・ビットと街中で出会った際、彼が突然心臓発作で倒れて、新鮮な死体を入手した。1910年7月18日の夜にリー・ビットの死体を使って実験し、復活はしたが絶叫して死亡。この時、一時的に復活したリー・ビットの口からウェスト自身がリー・ビットを薬で殺害していたことが判明する。1915年に第一次世界大戦の最中、死体入手のために死体蘇生術の弟子モー・アラン・ドキョーの手引きにより、助手と共に軍医として従軍。助手はフランドルのカナダ連隊所属の大尉となった。3月の夜にそのモー・アラン・ドキョーが飛行機でサンテロワに移動中、対空砲を浴びて墜落。他の死体はひどいが、モー・アランドの死体は新鮮なものだったので、首と胴体を切り離して実験に使ったが、ドイツ軍の空爆で失敗に終わった。しかし、助手は空爆の直前、蘇ったモー・アランドの首が叫ぶのを聞いていた。戦後、ウェストと助手はボストンの墓地近くの怪しげな地下室がある館に住み実験を繰り返した。この時に召使いを雇っている。ある日ウェストは助手と共に新聞で、ハルゼイが入院させられているセフトン精神病院に蘇生された一団がやってきて、それらがハルゼイを救出したという記事を見て恐怖した。そしてウェストの館にモー・アラン・ドキョーの首が入った箱が届く。ウェストは箱を地下で焼却したが、その夜に地底からモー・アラン・ドキョーの胴体に引き入られた死体たちが現れてウェストを八つ裂きにし、そして蘇生させて地底に連れ去った。その後、世間ではウェストの失踪に助手が関与したと疑っている。そして助手は口弁もできぬまま、己が狂気で幻覚を見たのか、それとも正気でいつか死体たちが再来するのかを、どちらにしても恐れている。人体蘇生の実験、生命が死んだ後も、化学物質を綿密に計算して注入すれば、
生命は活動を続行すると考えた。蘇生実験のためモルモット、ウサギ、猫、犬、猿などを実験動物とし、その過程で復活の兆しがあったのは3、4度で、生き返ったのではないかと思われることもあった。ウェストが使用した蘇生溶液は、生物ごとに違う反応をしている。そのため、調合した蘇生溶液は人によって違う。理解者、助手、本名不明、物語は蚊の一人称で語られる。17年間、共に人体蘇生の実験を取り組んでいた。ウェストが友人と呼べるのは助手だけ。助手の両親はイリノイに住んでいる。ウェストの実験に最初は興味を持っていたが、次第にウェストの実験に恐怖し、そして己もまた実験体とされる危機を感じ始めていた。ウェストの失踪後、ボストン警察に尋問を受ける。エリック、モーアランド・クラップハム、リー卿。階級は少佐で、カナダ連隊所属の外科医。ウェストの蘇生理論を密かに学び、ウェストを軍医として手引きした。